学校に車で来て初めて行くわけだから、これはボッコボコになって車のタイヤなくなってんですよ。考えられんだろ。さあ、今日のゲストはですね、渡辺一平さんです。どうもどうも、ご無沙汰します。ご無沙汰だね、本当にね。やばいです、お久しぶり。ご無沙汰です。タイでこうやって飯食うことなんてまず大事。そうなんです、そういうことなんですよ。僕と一平さんは学年3つ違い、うん、出身もね、愛知県。あのね、じゃないの。そう、まあ今もう実家は愛知県、名古屋にあるんだけど、うんうん、生まれたのは名古屋の病院で、うん、育ったのずっと俺兵庫県なの。あ、そうなんだ。芦屋。ちょっとぼっちゃん、うん、ここだぞ。芦屋生まれてからずっと西宮、芦屋ってあの辺を見て、小学校までかな、小学校の3年生、2年生まで芦屋にいて、3年の時に名古屋に引っ越した。あ、そうなんだ。で、そこから一緒かな、中西哲夫とも。あ、はいはいはい。本哲夫ともね。で、名古屋に行ってからサッカー始めたんですか。芦屋の時からサッカーやったんですか。いやいや、親父とキャッチボールする、要は家でなんかスポーツ用品があったのは、これぐらいのソフトなアメリカンフットボールのボールポッチャンだ。それを芦屋川でこうの川っぺりでキャッチボールやってたのが一番最初。野球のボールじゃなくて。野球じゃなかった、アメフトのボール。甲子園も近かったから、一番最初に見に行ったスポーツは甲子園ボール。甲子園ボールだから、もしかするとこのままずっと向こうにいたらアメリカンフットボールだから、アメリカンフットボールやれそうだからな。ボールに触れないとこでしょ。パーンラインで。で、名古屋に行ったらドラゴンズであったりとか、周りは野球しかないんだよね。うん。小学校なんかはだいたい4年生から部活が入れます。で、それがサッカー部と野球部が一緒なのよ。うん。冬サッカー部、春から野球部。一緒っていうのはその一緒ね。そうそう。両方やるって。そう。野球は野球で好きだったし、サッカーやればサッカーで好きだったし、うん、野球はちなみにどこやったんですか、ポジションは。1番でキャッチャー。大きかったんですか、やっぱり。うん、大きかったね。足のサイズは 26.5 だったし、身長は165ぐらいだったのかな。でもこれやりたくてしょうがなかったもん。いや、こう縦列になるとさ、前のことこれやるじゃん。はいはいはい。こう横にこうで、前習いした時全然後ろだもんね。座った状態でキャッチャーからセカンド投げれたから、それが今50だな。今全然上がんないんだもん、手が。上がる。俺も去年始球式やったんですよ、去年。おう、ヤクルト西武で。おどうもね、そう。今も平気なんですけど、一番下の子が生まれてからなんか調子悪くて上がんなかったぐらいなんですよ。でもやりたいから、初めてだったし、うん、やりたいってやったんだけど、もうここまでですよ、うん、って女の子投げみたいな感じね。わかる。辛くて、この年生から本格的にサッカー、野球両方並行しながら。そう、やりながら。俺と一緒だじゃん。なんで4年生でそれを始めたかっていうと、うん、塾に行かされそうになったのよ。で、あと今まで遊んだ仲間はみんな入っちゃったの。うん、だから遊べる人間もいないし、このまま家にいたら塾入れられるしっていうので慌てて入ったんだよ。これ一番どうだったんですか、小学校の時の。小学校の時は大体前の人はやんちゃな人が前やるじゃん、うん、で後ろに固まってるタイプだった。なぜかって言ったら俺関西から名古屋来てるわけよ、うん、言葉の壁がすごいわけ。関西弁と名古屋弁という。会話できないの。じゃあすんげえいじめられた。ああ、なるほどなるほど。関西弁だったら、うん、でも名古屋弁が本当怖くて、一生懸命覚えようとはしたんだけど、うん、でもどうしてもイントネーションは関西弁だし、そこで本当にちょっと内気、おとなしかった。うーん、小学校は、まあ、6年生ね、本当に比較的にサッカーに対して向き合うようになって、その時はポジションずっと後ろ。中学校は普通の中学校やろ、普通の地元なんだけど、その中で同級生4人だけ越境入学しようっつって、本来行かなきゃいけない中学校じゃなくて、その隣が高生って言うんだけど、すごい強い学校だったの。俺を筆頭に一つ下は秋田豊か、うん、あ、そうなんだ。豊かいるし、四つ下は岡山鉄、おお、グラバス、うん、先輩たちがうまいんでしょ。いや、すごい学校だった。今じゃ言えない、家入っちゃうもんじゃ。あれ出たよ、すごかった。あのね、クーンウォーズってドラマあったじゃん、金八先生の、うん、あ、ここもこういうことやってんだって思ったもん。バイクなんて普通に3階の廊下足だからね。学校に車で来る先生とかもいるわけじゃん。はい、これがボッコボコになって車のタイヤなくなってんだぜ。考えられんだろ。それの中心が大体サッカーだから。あ、そう、すごかった。
だけどすげえうめえっしょ、その時県大会準決ぐらいまで行くのよ。で4人も同じ小学校から一挙入学して、結局4人まで最後、俺含めて4人最後までいたんだけど、まあ1個下に豊がいるんだよね、うん、俺が最後の大会で東海大会優勝したから豊かと俺センターバックやって、すごいね、その中学のセンターバックがさ、どっちの方がいいかな、どっちの。俺はもう本当に豊かとこういう感じで組んでるんだけど、豊はね、ちょっと弱いというか、ハートが今じゃ絶対考えられないでしょデリケートなのがありますからね、彼はデリケートなのもあるんだけど、うん、純粋にその気持ちを口に出してしまう、感情を出してしまうっていうところが昔からあって、相当押し込まれたの、頑張って俺たち耐えたの、うん、そしたらもう最後の方言うたら泣き出しちゃったの試合中に、試合中にもうしんどいよしんどいよっつって前なんとかしてくんないのかなっていうぐらいな感じ、純粋な気持ちで一生懸命だから並べながら頑張れ、あと少しだあと少しだって一緒にそれで優勝して、それ一平くんって言う今でもあれで俺の一平くんだから、中学の先輩でくん付けなんですか。くん付けだった、珍しいですね。この世界に入ってからよ、うん、選手辞めて解説っていう、うん、豊が解説側に来ますってなった時に一緒に演説サッカーやったの、うん、制作も含めて、あとリポーターの女の子も来たし実況もいたし、そしたらさ、ある人がさ俺のことをさ、年下だよ、年下の人間が俺に対してペイちゃんって言うわけ、うん、でペイちゃんって普通でしょ、これ俺のことペイちゃん、うん、まあまあそうですね、我々の仲間もね、そのペイちゃんにさ、ピキーン一番最初に反応しちゃって、ユタカがバーって言って肩つかまうよ、あんな年下にペイちゃんって言わしていいのって言うわけよいやもう今そんな感じで何とも思ってないしって、俺実際ペイちゃんだしと思ってたいやもうあんなの絶対俺は許せねえみたいなことを言うから、だからそんな熱くなるとこじゃねえぞこの世界はっつって、もっと力抜けみたいな話をしたわけよだから今でもいい関係だとは思うけどね。ここは中京高校ですね。中京高校、中京で中京で、今そうそう今の中京で、中京、僕らの時は本当に男子校で、うん、本当スポーツ学校、うん、野球も強かったよね、うん、スポーツが全部強かったよ、巨人の後藤ね、あ後藤浩二、バレーボールの青山、青山茂、あの辺とか同級生だから。中京高校はスポーツ推薦で取る、うん、スポーツ推薦の特待とかそういうのあった、うん、それがどういう経緯だったの。中学校の最後の選抜に入れてもらって、うん、中京に行きたいですって、試合に出れなくて球広いかもしれないけどもいいんですかって親と一緒の三者面談に行ったら、うん、それでもその中京で俺がやりたいって言ったら、思った親がガッとしてくれて推薦いただいて、うん、で行った。あ、そうなんで、結果俺は中京高校の2年の時にインターハイ準優勝なんだよ。あ、そうなんですか。国見に決勝負けて、へー、出たんだ試合は。出た、1年からも出たんですか。俺はね、1年は出たり出なかったりだった。だけどね、予想を覆すかのように1年生で一番最初に俺に読んでたんだよね。だけどそれで、ね、俺が1年から出ちゃったことによって俺のボールを拾わなきゃいけないっていう屈辱的な目に遭うわけよ。それでやめてっちゃって何人もいたからね、俺がユニフォームにしちゃったら。でも同じポジションじゃないでしょ。同じポジションじゃない、屈辱的じゃん。そうなのかな、うん、そんなにサッカーに対してずば抜けてあったわけじゃないから、うん、だけど負けなかったのはやりきること、なんて言うんだろう、自分がこのめり込んだものに対してそこポンと諦めてすぐ違うものに見切りつけるんじゃなくて、もしくは与えられたものをずっとやり続けるっていうのが多分俺のストロングポイントだったかもしれない。最大の休むとかって嫌だったんだ。中京はどんな感じなんですか。いろいろあるでしょ、理不尽なことも。理不尽、監督はどんな感じだったんですか。監督は平野先生っていう高校では有名な方で、けど豪快だった。だけど何を教わったかって言ったら、もう気持ちの問題大事だよ。そう、よく走らされたし、普通に試合終わってから10キロ走なんて普通にあったしね。宿舎まで走って帰れって全国大会の前って大体学期末テストがあるわけじゃん。赤点取ると坊主なわけよ。2年生まではもう常に坊主だった。全国大会インターハイ、うん、準優勝した夏、うん、山口インターハイ坊主で映ってる。11月じゃないですか、選手権決勝が、うんうん、その時大学決まったのか。大学は俺のちのち聞いたら1年生の夏前に決まったらしい大正大、大正大って俺は知らないけど、うん、うちの親父は監督から言われたらしい。で負けて免許取りに行ってえなと思ったけど、うん、大学行っても車乗れるわけじゃないんだ。大正大っていうのは車ダメだから、うん、ああそうです。バイトもダメだったら今のうち遊んどけって感じで、すっげえ遊んだね。
高3で高3でじゃあ大学行って関西に戻るわけじゃないですか、はい、大正大でどうなんですか、もう西は大正大でしょ一番強いのは。そうだね、負けたら罰走があったもん。ハーフタイムで後半何点取らなきゃグラウンド帰って走ろうっつって高校時代で変わらない生活がそのまま残ってるわけ。残ってたな、うん、だけどそこからいろんなことを学ぶわけよ。もし3点っていうノルマが出た時に3点でみんな最初は気を緩めるんだけど1点取られる可能性があるわけよ、はいはい、だから4点5点目を取りに行く、うん、3点って言われたら4点取りに行こう、うん、4点取ったら次5点取りに行こう、相手を畳みかけるっていうことを学んだし、うん、上田先生はすごく大学界のドンだったらその通りしかない、うん、まあやっぱり、うん、リーグ戦は 1,2,3,4 はもう優勝ですか。ほとんど優勝、まあその順位は覚えてないけどほとんど上だったし、ほとんどベストエリアももらってた。エリートカイドじゃないですか、僕からは。エリートカイドだけどやってる自分からすると関東との大きな差は感じてたからね。どう違うんですか、うまい、うん、違う違う、もうみんなの足ピッタピタ止まるわけよ、ボールが。うん、足元うまい、コントロール、パスのスピード、速いパスを止めるコントロール、こっから生まれるイメージ、アイディアはもう関西にはなかった。サッカーに必要なスキルっていうのはもう明らかに東の方がすごかった。誘われるんですか J リーグから。大学2年の冬っていうか3年になる頃かな、その時は実家は名古屋だったから、その時の平木隆三さんから、名古屋の監督の、うん、はい、隆三さんからうちの大学の監督に行ったのかな。大学4年になった時にユニバーシアードシェフィールド大会つってイングランド、イギリスだったんだけど代表に選ばれたから、うん、で本大会前に最後の試合でこの試合で俺足首骨折したのよかかとのポイントが芝にガーンって噛んでクチャってなっちゃってさ、かかとが、うん、夏終わり、夏ぐらいでグランパスがそんな怪我したか、でかい怪我したって聞いたから白紙でって言われたけど、白紙にしましょうって大学4年の2月ぐらいまで全く決まらなかったの。もうほんと不適されて、もう卒業間近で、その時にさ、いきなり寮に電話がかかってきて、連絡ありました、監督さんから連絡があったんで監督さんの方に連絡してもらえますかって言われたから、はい、わかりましたって、上田先生のとこ電話したら、おう、一平か、ユニバーで松下対全日空の試合があるから、まあ、そこ行け、行けだけだよ。でその時なんで行けなのかっていうのも分かんないし、その時一緒につけた彼女に神戸まで行って、彼女が三宮でこう外務してる間に山の上のユニバーまで行ったわけ、うんうん、行けって言われてたけど、どこに行けとも言われてないわけよ。だから行って関係席なのか、そしたらそこにその当時の教科部長が一平君って言われて、あ、一平君なれって言って初めて見せて、それで手引っ張られてさ、ロッカールームの脇まで行って、そしたら鴨さん呼びに行って中から鴨修さんが、そしたら鴨さんが、おお、4年ぶりやな、何が4年ぶりかなと思ったら、高校の時には鴨さんが声かけてくれたのよ、怪我の方大丈夫かって、うん、あ、はい、はいっつったら、じゃああと返せ頼むわって言われて、すって試合前だからロッカールーム戻ってったら、うん、何が起こってるか分かんない、俺の中では全日空に入れるとは思ってないしさ、そしたらいきなりパワーって来るらしいけどさ、航空券のチケットな、オープンの名刺ともらって、であと領収書もらっといてね、でいついつ霞ヶ関の全日空の事務所に来て、はぁみたいな感じになっちゃってさ、でそしたら行って何階の名刺に書いてあるからさ、何階の全日空ってトントンって言ったら、うん、おー来たけー、パーって裏の事務所通されて、そしたらこことこことここ反抗してこうって言われて、で反抗してもって俺すげえ嬉しいんだけどさ、俺のイメージの中ではじゃこれでよろしくみたいな感じでこの握手がガッチリあって、これ長いわけよ。で次六本木行こうって言ったんだけど、俺は親に言いたくて飲みに行こうって言ったその六本木の誘いをちょっとすいませんってちょっと疲れてるんで、ちょっと体調あれなんで、うん、ホテルで休んでいいですかって俺はそう言ったの、うん、そしたら、あ、そうか残念だな、じゃあこれから来シーズンよろしく頼むんで、そこで挨拶が来たここで握手が来たんですよ、そのタイミングでそんなここで来たと思って。さあ今日のゲストは、はい、もうね入札終わってる。なんで入札